松野官房長官です。国葬に関して重大な発表があります。国葬は名前と国名を伏せて誰だかわからなくして行います。こんな感じです。晋三首相に対する国民の怒りが収まらず、国葬を許さない国民が日本の大半だからです。産経新聞です。国名まで隠すんですか？韓国の国葬にするか、日本にするか悩んだんです。それで国名を隠そうと。